全然明るさ違うよ。泣いてるね、聞いてね。トゥナイトファイブ。さて始まりました、ギャングマンモスのトゥナイトファイブの時間です。よいしょ。はい、このトゥナイトファイブという番組は、はい、吉本沖縄の若手芸人5組が月曜から金曜の23時から1時間、うん、楽しくお送りする番組です。そうなっております。そして本日火曜日を担当しますギャングマンモスです。よろしくお願いし、マンモスパオーワン、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということですけども、うん、早速なんですけど、この番組ではですね、メッセージを募集しています。そうです。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よいしょ。そして本日が、うん、本日のトークテーマ、トークテーマズバリインフルエンザ。正解。はい、ありがとうございます。今週のですね、トークテーマは小場所10ポイント。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今週のトークテーマ、はい、正解。小場所うるさいなお前。今週の10ポイント、今週の100ポイント貯まると黙っとけよ。ハワイ旅行プレゼント。ないよそんなの。はい、はい、今週のトークテーマはですね、インフルエンザとなっておりますので、インフルエンザですよ。インフルエンザにまつわるトークを お話を、うん、どしどし皆さん送ってきてください。そうそうそう、インフルエンザ流行ってるからね今ね。そうですね。いや、まあ警戒あれでしょ、もうなんていうの、注意報みたいな。そう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 、出てるでしょ沖縄は。ほんと、うん、出てるはずよ。わお。学級閉鎖になってるところもあるからね。 あるらしいですね。そう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 、ぜひ皆さんね、そういうそのまつわるお話をお送りください、うん、お願いします。まあね、はい、インフルエンザ以外のことでもね、どしどしメッセージをくれたら本当に非常にギャングマンも助かりますので、はい、皆さんメッセージをたくさんください。何でもかんでも送ってきてください。はい、お願いします。何でもかんでもみんな、はい、送ってきてください。はい、お願いします。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いし、マンモスパオー。はい、いや、本日2回目ですね。はい、これね、番組の最後に、うん、今日何回やったでしょうというクイズを出しますので、うん、こちら正解した方にはなんと、お、なんと次回 WBC のおチケット受付屋さんに、おあ、ギャングマンモスのトゥナイト5、うん、パオーンの回数何回でしたよって、はいはいはい、正解を言えば、正解を言えばそのチケットを売っている人のポカーンとした顔が見れます。余計だお前、見たくないわそんなもん。わざわざ言ったのに、はい、皆さんね、よろしくお願いします。はい、頑張ってパオーンの回数を数えてください、はい、ポカーンさせたもん勝ちですよ。はい、そうですよ。はい、よろしくお願いします。ぜひね、はい、パオーンの回数当ててください。はい、お願いします。はい、まあは、1月も今日は27日ですか。もう27日、そうですよ。で、俺がもう郵便配達でピー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 言ってて、はいはい、もう中渕剛かお前。ピー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 、いや、リズムおかしいよ。ピーピーピーで、お前、お前ピーピーピー、先口ピー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 、まあまあまあいいですね。まあピーピー言ってる時にね、あれからもう27日経ってるというか、素晴らしい。あの忙しい実感もだからね、このまあ1週間に1回で、前までは、うん、沖縄シティジャックっていう番組でやってたじゃないですか。そう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 、それまではあのビーチキャッスルと各種で僕たちやってたわけで、そのせいかね、1週間が早くて、うん、ああそうだね、急に、お、もう今日火曜日だみたいな、うん、ラジオだ今日みたいな。そうそうそう、あるやつさ、マジあるんですよ。はっ、ってから今日ラジオだったっけ、あ、明日だっていう時は、 ありますありますあります、ね、あります、あります、あります。これはもう家で間違いなくあります。そうそうそう、仕事終わって、あー、マジびっくりする。で、うん、でふとなんてビール飲んでる時に、うん、あれ、あ、今日ラジオ、いい、明日明日明日、 あります。これ完全に昨日でした。昨日それ、昨日それでした。ネタ合わせ休もうって言っときながら、俺今日ラジオ出てんにって一瞬思いましたからね。思うよな、1週間って早いよな。1週間早いですよ。はい、まあ、この1週間ですね、ありましたけど、なんか小橋さん何かありましたか。まあ、あれですよ、 WBC。 あ、はいはいはい、ありましたね。僕たちのうん、まあ、トゥナイト5をお送りしているメンバープラス、はい、ラオーヤユミ、ギャングマンモス、はい、飛び出せマーメイド、はい、ピーチキャッスル、うん、あとガジラ、はい、でウリズンザクラ、この6組で
吉本 WBC というお笑いライブを開催毎月ね開催しているんですけど、はい、今週先週の23日金曜日ですね、そうそうそうにありまして、はい、だから今日のトークテーマインフルエンザ、はい、になっておるんですけど、うん、この WBC もね僕たち全員で11名いるんですけど、11名です、はい、WBC3 日前ぐらいに、うん、いや5日前ぐらいか、はい、に飛び出せマーメイドの大江がまず、すいません僕インフルエンザです、うん、出れません、 WBC 出れません、はい、うわマジな、うわマジなだばおな、どうするお前一人だけでもコーナーね、いろいろリハーサルとかあって、そう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 、こうネタの順番がこうあって、このなんていうんですかね、コーナーでこんな企画で応援はこんなことしてこんなことしてっていうのを想像しながらやるわけですからね、まあ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 、まあ、そんな感じでね、みんなで成り立つライブなんで、でケンちゃんいないと、うん、まあまあまあ、じゃあもう一人は仕方ないってなってる時に、うん、ライブ3日前、うん、総合制作っていうかこの裏方さんのスタッフさん、ね、そうそう、あの映像とか、うん、まあ何いろいろやってくれている、はい、松本さんっていう方も、はい、インフルエンザで出れません、はい、いやいややばいと、やばいよ、スタッフさん一人減るだけでもう大変なことですから、そうそうそう、いやマジかってなって、はい、でメンバーもね、いやこれもうちょっと延期考えた方がいいんじゃないかってなってる時に、うん、まさかの1日前、うん、ウリズンザクラ、はい、名前なんだったっけ、中曽根、おい中曽根名前忘れるの、ウリズンザクラ中曽根、インフルエンザで出れません、マジな、いや1日前でや、何考えてるのやみたいな感じですよね、いやもうこれ無理でしょうって言ったら、うん、もうあの WBC のねキャプテン、うん、寺崎さんがなんとかなんじゃねえ、そうじゃあやりましょうか、うん、心強かったな、よしじゃあやりましょう、キャプテンが言ってるんだったらやりましょうとね、うん、かっこいいと思ったよ、そうそうそう、で当日迎えました、うん、WBC 開始5時間前、はい、ガジラ寺崎インフルエンザで出れません、ふざけるなよ、いやがましいわお前、お前がなんとかなるんじゃねえって言ったんだマジでよや、で寺崎さんがもうなんとかなるんじゃねえって言うからな、そう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 、こっちはもうでもね、うん、11人から8人になって8名で、いややばいだろどうだろうっていう中、まあ、始まったんですけど、はい、まあお客さんもめちゃめちゃあったかくてね、うん、本当にもうみんなでみんなであのライブはね、あのライブを作り上げた感じでしたよね、もうお客さんも一体となって、もうライブを成功させたと言っても過言じゃないですよ、マジで、いや良かったですよね、しかもめっちゃ盛り上がったんじゃないですか、いや盛り上がりました、むしろね本当にあの3名がいないおかげなのか分かりませんけど、はいはいはい、すんなり進んで、うん、もう尺はね少しオーバーしましたけど、はいはいはい、だいぶ笑いもポン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 いけていい感じでしたね、めっちゃ良かったですよね、はい、だからもう演者側としてはもう本当に気持ちいいライブだったよ、気持ちよかったです、最初は不安しかなかったんだけど、うん、もうすぐなんか、ああいつがいなくても大丈夫だ大丈夫だってなりましたね確かになった、本当にでも良かったよね、よかった、楽しかったな、楽しかったわ、ライブはやっぱ楽しいね、やっぱ楽しいですね、うん、でしかも僕たち、コーナーで一発目のコーナー企画で、うん、親子で遊ぼうっていう、はいはいはい、コーナーがあったんですけど、うん、で、まあ、ギャングマンモスとピーチキャッスルで、あと、うん、岩田と高安が親子になって、そう僕が子供でチャッキーが弟、で俺がその親役、そうそうそう、うん、で、まあ、もう他の人たちもいて、うん、で写真でなんていうの、親子の仲いい写真を撮ってきましたみたいなコーナーも、そのコーナーの中のコーナーがあって、はいはいはい、そこで僕たち二人で園児、僕は園児の格好をして、うん、チャキーはお父さんの格好をして二人でパチンコ屋に行って、そうね、やってるやつやりましたそうそうそう、うん、であれ写したんだよな、写しました写しました、もうなんていうの、店員さんにバレたらめっちゃ怖い怖いっていうのと、うん、ちゃんと行った方がいいんじゃないかなっていう葛藤で、うん、そうそうそう、まず俺普通の私服で入って、うん、片手にね、幼稚園生のあのなんちゅうの衣装っていうか制服みたいなのを片手に持って、持ってでキチキチのズボンを持ってどうするマジでこれ、スタッフに、あ、なんていうの、働いてる人に行った方がいいんじゃないか、行った方がいい、どうするみたいな話だね、でも待て待て待て、行って、うん、お前こっち取ったらダメって言われたらもう終わりだぜみたいな、うん、そうだなって、そしたら俺このパチンコの台のそばで生着替えさせられてそうそうそうパッて撮ってから、うん、そうそうそう、この写真を撮ることができたんですけどね、これマジドキドキだったよこれね、うん、いや本当にね、いいのかな、今でも
今でもこう喋っていいのかどうかっていうのはねもう怖いんですけど勝手に、はい、まあ、ちょ正直勝手にやりましたそうね、この勝手にやってる時のねこの周りの、うん、何この人たちみたいな、そうそうそう、まあ、やっぱ売れてる芸人じゃないんで、うん、もう普通のなんちゅうのただなんか悪ふざけの若い者がなんか結婚式の余興の撮影しに来たみたいなノリで写真撮り上がってみたいな目で見られながら、オッケーオッケーやれやれって、そうそうそう、で僕たちの写真をあの飛び出せの岩田に撮ってもらったんだけど、うんうん、もう岩田がねやばいやばい、あの景品交換のところのお姉さんがずっと見てる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 、いやもうもう早かったですよね、うん、着替えて写真撮るまではもう、そうそうそう、10分で 入って10分ぐらいでもうすぐ出ましたから、そこ出てないどの角度がいいかっていう台選びまでしてありましたねよしじゃあここはこの台で行こう、行こうみたいな感じで、この台売ってたらウケるだろういやいや伝わらんからパチンコの時点でもう、いやよかったよ、OK、だから本当にそのこだわりは絶対いらなかったんだけどね、まあ楽しかったですね、まあインフルエンザも何度か乗り越えてライブは成功しましたということなんですね、皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました。で、うん、来月がもしかしたらなんですけど、うん、まあまだ決まっていないんですけど WBC、はい、あの素晴らしい感じになると思いますので、そうですね、それしか言いません、はい、まだね、次回の WBC ですね、まだ決定してないんで、ね、はい、間違った情報を言うとまた怒られる、そう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 、だから皆さんちょっと期待と、はい、あのスケジュールを開ける用意だけ、用意だけ本当用意だけ、うん、ちなみにあれですか、今何ですか、見てるこうリスナーさんとツイキャスとか見てる方で、うん、何日までに日にちが分かれば、あ、そんなの絶対欲しいと思う、あるよな、うん、絶対欲しいと思う、やっぱりこう沖縄の事務所吉本沖縄以外にもこの FEC さんだったりオリジンさんっていうのは毎月大体このライブの日付が決まってるじゃないですか、っていうのはこの第3土曜日と第4土曜日っていうのがあるから、やっぱりねあんだけね人気も出るわけですよ、やっぱり休み取りやすいから、取りやすいもんな絶対、まあ、それがお客さんのためでもありますから、あれ絶対そうだよ、はい、だからそれをねもうなんとか打破したいですよね、打破したい本当に、だからこれはねもう僕たちが努力してどん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 早めに早めに皆さんにお寄せするので、もう皆さん本当にスケジュールを開ける用意だけ、用意だけお願いします、本当にお願いします、また分かり次第すぐ告知しますので、はい、僕たちの Facebook、Twitter などの、うん、SNS でね、はい、告知しますのでぜひ期待しててください、はい、チェックしてください、はい、はい、いっぱいメッセージが来ております、はい、ありがとうございます、はい、キーちゃんさんです、あ、どうもキーちゃんさん、始まった、こんばんは、こんばんは、はい、ありがとうございます、みすずさんですね、おー、どうも、こんばんは、パオーン、パオーン、やっぱりね、パオーンってね、やっぱライブ会場で、まあ、ちょく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 こう増えてきてるはいるじゃないですか、やっぱりこれって恥ずかしいんですよ、やっぱり、あげるのね、お客さんが恥ずかしいっす、絶対一緒にね、パオーン、僕たちも舞台上で、うん、皆さん一緒にやりましょう、うん、お願いし、マンモス、パオーンってやるけど、やっぱりやらない人もいるじゃないですか、いますよ、中にはね、でもねこういうこう、うん、言葉にするとこのメッセージとかメールとか、うん、この文字にするとね、うん、やっぱパーンってやっぱり使いやすいと思うんですよ、使いやすいよな、はい、それをどうしていくかっていう問題なんですけどね、はいはいはい、これはねもう本当にね、あの僕たち以外の皆さんが流行らせてほしい、そうなんですよ、そこですよ、はい、本当にユミナさんがじゃあ流行らしましょうか勝手にね、はい、はい、ユーミナさんからも来てますよはい、どうも、はい、ヤングマンモスの小葉翔さん、はい、ジャキーさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、グリーンさんから来てます、そんな伸びてないからな、はい、さあ、はい、さい、10月に沖縄に修学旅行行きます、いいじゃないですか、いいですね、言っときますけど10月の沖縄めちゃめちゃ暑いですよ、うん、あ、10月って言ったらもうまたまた暑いですよ、またまたやんに、まだまだよし、まだまださっき、え、どこの方ですかね、いやいやいや、グリーンさん、どこの方ですか、本物のグリーンじゃない、もしかして、いや、嘘でしょ嘘でしょ、敬語で喋ってくる俺たちに来る可能性あるよ、奇跡だな、奇跡だな、じゃない、ゆうみなさんです、はい、インフルエンザ、はい、はい、今日のトークテーマですね、インフルエンザ、私は流行りには乗らない方です、うん、素晴らしい、いいですね、いや、いいはず、いいんですよ、本当にいいはず、いいはず、いいはず、お前インフルエンザかかったことある、あるあるあるけど、俺もあんまりインフルエンザはかからない、うそ、もう正直ね、俺先週、うん、そう、先週、あ、正直、正直、ダイソン、正直、正直、ダイソンの話はしてないから、うん、ダイソンの話すんのかな、吸引力すごいやつの話はしてないから、急にお前ダイソンの話すんのかな、するかや、俺、
ジャパネット高田か俺。黙れ。いやね、あの急にね掃除機の話するのはジャパネット高田だけですよ。そうだよ本当に。社長は社長引退しますからね。ジャパネット高田じゃない。じゃない俺はじゃない。お前はゴヤチャキ。ゴヤチャキ、うん、俺は。え社長引退するもん。社長引退しますよ。マジな。はい、ジャパネット高田の社長。もう60何歳ですかね。えそうなの、はい、めっちゃ若いな。はい。で意外にあの甲高い声出すじゃないですか、皆さんみたいな感じのあれね、実はもうちょっと低い声出るらしいんですよっていうなんかねインターネットで載ってました。そうなの、はい、情報ですけどね。で一応なんかあれするみたいですよ、卒業というか引退するみたいです。へいやいやこの話はどうでもいいんですよ、はい、正直ね、だから先週の20日が僕たち先週の放送じゃないですか。あ今日27日だから、はい、21日から僕腸炎になってるんですよ一回。ああそうだお前次の日から、はい、僕インフルエンザにならないんですけど腸炎毎年なるんですよ。お前ない毎年なるよな。毎年腸炎になる。マジでや。去年なんて去年なんて俺盲腸になってますから去年盲腸、どんだけ腸弱いわって話やばいや、はい、でもお酒大好きだからや。お酒のせいなのかな。お酒と腸は関係ないのか。いやあるんじゃない、やっぱり肝臓か。お酒はだけど、まあ、肝臓なんだけどやっぱり食生活があると思うんですからね。はいはい気をつけてくださいね。はいお願いします。頑張ってください。ゆうみなさんもいいはず。あゆうみなさんですよ。パオーンの数数えません。数えないんかい。いいですね。かいの数も数えてくださいね大変だ結局ポカーンと顔されて俺なんだはいキーちゃんさんです。回数当ててポカーンとした顔も見たいですが、それよりも WBC を見に行きたいです。キイちゃんさんね東京公演来てくれて。そうなんですよね、はい、キイちゃんさんはねぜひマジ沖縄にも見に来てほしいですね。キイちゃんさんあるじゃないですか、はい、まあ、ツイッターかなんかで見る限り沖縄に来ますよね。お2月にまさかイエスバンビガス。そうです。おいいですね。すいません情報あんまり詳しくわからないんで宣伝できませんけど、ね、まあそうですね2月の15日に15日にバンミカス、バンミカス僕たちの、ね、同期の浦添インドがね出ますからね。はい、まあ、僕たちもぜひ見に行きたいんですけど、そう何かね予定が入りそうなんだよね。うん、まだふわふわしてる状態ですからね。そうそうそう、だからねもしも決まり次第、うん、もう速攻浦添インドの島さんにチケットお願いします、はい、お願いします、ね、うん、言いますので、まあ会えたらいいですね。あそうですね、うん、はい、ちいさんからです。あどうもこんばんは。こんばんは。 WBC 楽しかったね。あ来ちゃうんですね、はい、楽しかったねということでね。いや楽しかったですよね本当に。ぜひまた次回もう次回楽しみにしてください、はい、本当に。ゆうみなさんですね、 WBC 寺崎さんに予約したのに本人はいないという次回はチャキーさんに予約してお年玉もらおうと。あそうなんですよ。ジャキーさんは何なんですか、ね、このお年玉もらおう。僕ツイッターでね、うん、まあ、大体こう一人何枚ぐらい売りなさいよっていうのがあるじゃないですか。まあまあ、まあ、あの目標みたいな感じですね。目標に達成しなかったんで、はい、あそれはもういかな い, い, かないやばいと。そうそうそ う, そう、うん、よし、うん、ツイッターで、うん、よし僕からチケット買ってくれた人はお年玉あげますってことなんです。必死すぎるだろもう買ってくれたのにもう1000円あげようかなと思って、うん、1000円、はい、あなるほどね、お年玉としてただになるってこと。ただにしようかなと思ってたんですまあ来てくれるだけでもありがたいからね、はい、ありがたいんでね本当に。お年玉ねいいですね、はい、これそうそうそう、この制度ちょっと使っていきますか。いやでもあれですよ、ゆうみなさん1月だけです。ええガビー2月はまた何か。あそうですね、節分に。そうですね、ホワイトデーじゃなくて、あなるほど、バレンタインデーもらう側だからな。でもバレンタインデー、まあまあまああげてもいいんじゃないですかはい、みすずさんです。はいどうも。見たかったです。次は行けたらいいな。ぜひね、いやもう早めの告知をぜひしますので、はい、はい、皆さん本当によろしくお願いします。遊びに来てください。はい、僕たちはねこのライブのために1ヶ月間沖縄市から那覇まで通ってるんです誰にアピールしてるのそのね成果を見てください。誰にアピールをしてるんだお前はキーちゃんさんです。はい、ツイッターに載せていた写真ですよね。ああコーナーのための写真だったのですね。あそうなんですよ、はい、あのパチンコのですよね。パチンコとかですね、うん、お前これ言ってもいいのかなとか言いがち。ツイッターに載せてたもんな。載せてた。なんだよそれ全然見てない。いや許可もらった手で載せてた。あなるほどね、うん、許可もらった手だったんだ。手で載せてた。そしたらまさか俺がこんな話をすると思わなかったみたいな。乱用してるこいつと思われたくないからなるほど、はい、そうですよ本当に。もうコーナーがね、 WBC はコーナーにちょっと力入れてるのもありますので。あそうですね、毎回面白いやつをお送りしてますよ、はいはいはい、そうですね。でギャングマンモスに関しては
WBC が一番面白いって言ってくれてる人もいますので。そうなんですよ、うん、お前たち WBC だったら生き生きしてるよなって。そうなんですよ、よく言われるんですよね。よく言われますね、うん、もう小橋川が楽しんでたら WBC はそれでいいって言われてますからって言ってくれてるからな。言ってくれてますから、うん、もうそれはもう大いに楽しんでくださいよ。そうだよな、楽しむしかないよな。はい、だから俺お前をチラチラ見てるからや、お前の目の届く範囲で楽しまないとマジマジもう一人ぼっちの時があるからびっくりするわ最近ちょくちょく僕多いなって、僕が僕まあお前がボケた時によく突っ込む、まあ自然で突っ込んでるんですけど、はいはいはい、最近よく俺が言う突っ込みランキングがあって、あランキング、お前誰と喋ってるわ突っ込み、お前俺によくされてる最近なるほどね、うん、あるかもしれない、お前誰と喋ってるわっていう突っ込みを最近よくお前にしてるなって思う。ありますね、ウケるやつだ、はい、なんか俺の行動も見えてくるやつのツッコミだけどウケる。モンチッチさんからです。はい、どうもありがとうございます、はい、毎月の25日までに分かると助かります。なるほど、これ25日ですね、メモっときましょうこれ、はい、25日までってことは、はい、すいません、もうじゃあ来月はもう来月は厳しいもう27日ですそうですよね、でもね、やっぱでも基本そうですよね。そうだよ、社会人はみんなそうですよね。1ヶ月、最低も1ヶ月前には分かっとかないと、うん、シフトとかそういったのありますからね。絶対にそう。あ、もうその辺はちょっとまあ考えましょう、はい、頑張ります。はい、ソラリさんからです。あ、どうもありがとうございます。パオーン、パオーン、パオーン、はい、もう乱用、大いに乱用してください。あ、いいですよ、皆さんでもうね流行らせてください、もう皆さんの逆にしてくださいよ、お願いしますよ。はい、ジランさんから来てますよ。はい、ありがとうございます。こんばんは、わラジオのためにお風呂秒で入ってきまして、秒でだよね、合ってるよね、秒でですよ秒で入ってきたんですよ。なんていう普通、もうお風呂秒で、まあどうなんでしょうね、一瞬でとかで、ね、一瞬でとか、高校生はやっぱ進んでんのか、やっぱいや短縮短縮ですから、うん、3秒とかだ、3秒とか、ね、3秒とかでとか、お風呂3秒でとか、いやもう短縮短縮ですから、もう明けおめことよろの時代ですから今そうですね、短縮短縮です、メリクリ、あと、あ、いやいや別になんでよ負けじと言わんでいいよお風呂秒で入ってきまして、お、久しぶりに聞きます、ありがとうございます。腸炎になったからチャキーさんもトレクルばっかしてたんですかいやそうなんですよ、笑っつっていやね、僕ねよくこのラジオでね、はい、小馬賞のねトレクルやりすぎだって、うん、もっとツイートしろよという話を、面白いツイートしろしろってね言ってたんですけどね、うん、やっぱトレクル面白いことだから俺がしょっちゅうトレクルのツイートばっかり、うん、画像ばっかりバーン載せるから、うん、チャキーが俺も急に載せたら面白いんじゃないかってこいつ始めたんですよ最初は急に俺もトレクルの画像を載せ始めたら、いやお前もやってるやしーっていうこのツイッターの中のなんていうのコンビ感、ちょっとした笑いをね、そうそうそう、欲しい、 こんなの喜ぶからファンは、うん、コンビ感このいやお前もやってるんかいって、ね、言うなそれそうそう、それをねちょっとこいつは狙ってたんだけど、あまりにも面白すぎて、うん、こいつどっぷりハマってるんですよ。ハマるんすよ。ハマるんすよ。いやでもハマるんすけどね、ちょっとトリクルの話していいですか。あ、いいですよ、トリクル。いやね、トリクルの画像を開くとこの1ミ、この見れるんですよ、この仲間が。仲間がね。で、うん、仲間のレベルとか見れるんですよ。使ってる仲間とかね。そうそうそう。うん、それをね、お前に見られるのが今恥ずかしいのよ。そうそうそう。もうすぐ笑うの、こいつ。人のよ、俺だって歴長、短いんだよ、まだ。まあね。芸歴というか、このトリクル歴短いのによ。お前弱みたいな。もうこんなんでお前戦ってんのかみたいなやばい、やお前もこの時代あっただろ違うこいつのね、トレクルの話、違うまだ他に、トレクルっていうワンピースの、ね、携帯ゲームがあるんですけど、はい、で5人ちょっと自分が好きな仲間を選んでちょっと戦いに行けるんですよ、はいはい、でもう普通だったらまあルフィとかゾロ、はい、サンジ、うん、まあ麦わらの一味ですよね、うんうん、そんなので戦うんですけど、で僕の場合はもうちょっと進みすぎててめっちゃかっこいい、最悪の世代とかもバンナいるんですけどね、お前、うん、自慢すんのお前、そうそうそう、僕の場合はね、でチャッキーのちょっと不意にあお前そういえばやっ見せてみたいなで見たらこいつの5人の中に、まあ、ルフィとかゾロとかがいて、うん、ダンスマンもいたんですよミスタージャンゴ、ジャンゴ、ジャンゴのやつだいぶ前の本出てくるやつ、俺は結構レベル高いからデイジしょぼくてマジで、でこいつの必殺技が何だった、こいつの必殺技ダメージ食らってる時にこの肉食べるタイミングがあるんですけど、そうそうそう、肉食べてレベルアップするタイミングがあるんですけど、うんうんうん、なんか知らんけどこの肉を
なんだろう、速さとかの攻撃のパワーに変えるっていう、なんか緑に変える、緑に変える緑に変えるんですよこの、わかりますかね、ちょっと伝わりにくいですけど、これ受けますね肉を緑に変えるっていう、余計なことしやがるんですよ必殺技じゃないんですよこれが、本当にもうマジで全然役に立たない必殺技なんですけど、早く強くなってほしい。いやもうぜひ、もう今後もね、うん、皆さんツイッターの皆さんに申し訳ないですけど、トリクル、はい、電電無視を発見するたびに僕はつぶやきます、はいはい、皆さんも気になった方はね、ぜひトリクルをね、はい、ちょっと検索してみてください。お願いします。はい、お願いします。はい、キーちゃんさんからです。はい、どうも。バレてましたか。そう、2月15、16に沖縄行きます。ありがとうございます。はいはいはい、ちょうどじゃあバンミカスですね。あ、そうですよ、もうお見に行く感じですか。あ、だからもうバンミカスのために来て、うん、バンミカスのために帰るみたいな、すごいですね。素晴らしい、いいね。ぜひ沖縄楽しんでてください。はいはいはい、なんか困ったことがあればちょこっとピンってツイッターに上げれば。あ、そうです、ツイッターにあげれば、まあ、僕たちが相談乗れることはね、多分できると思うので、はい、ずっと沖縄にいるので。お願いします。はい、沖縄モンチッチさんからです。今長文送ってたのでございまんもす。パン、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、モンチさん、私もバンミカス行きますよ。あ、すごいですね、やっぱりバンミカスさんに、ぜひ仲良くなってくださいね。ゆうみなさんです。トレクルさっぱりわかりません。はい、すいませんはい、すいません、申し訳ございません。この潔さもいいところですよね。はい、ということですね、じゃあメッセージを紹介してですね、はい、メール紹介して、それで一旦 CM 行きましょうか、ね、はい、その後に。はい、じゃあまずメッセージが2件来ております。お、1件目、ありがとうございます。パオーン、パオーン、俺のナウマンゾーパオーン。おっと、どうも、いいですね、変態です。ちょっと待ってください、はい、このナウマンゾーっていうところがいいですよねアフリカゾウとかで来るのかなと、ナウマンゾウですからね、うん、これもセンスがいいですよ、ね、どこ話広げようとしてるべなんで待たせた俺を。俺のナウマンゾウ、いいですね。いや、いいですねじゃない、話広がらんよや。どうも変態です。さすがギャングマンモスさすが変態どうも変態です。自分で言うんかい。さすがギャングマンモスさん、はい、体調管理できてる、えらい。インフルエンザで休んだ人いるわけ、うん、ウリマルンザクラマルソネとか、うん、マルソネとか、いや、マルソネがちょっと誰か分かんない中ソネだよ、ね、中ソネか、分かれやもう僕は全てのイベントの MC はギャングマンモスを押しますよ。僕はなんで僕はを強調するんですかねでも僕にはそんな力はありません。諦めろな。なんじゃそれ。諦めるんじゃないよ。諦めないでくださいギャングマンモスさん僕は応援してますよ。な、僕はってわがいらないんですよ、うん、そうですよ。ライブも行きますよ。お、ありがとうございます。佐賀店のライブをアリングリン見に、いや出ないよ、やがましいわお前、ギャングマンモス出ないよ。ライブも行きますよ、佐賀店のライブを笑、アリングリン見に笑じゃないよこれなんか芸人が使うこの統治法使わんけよげしこジャパンでしたって。はい、ありがとうございます。ツッコミどころ満載で話入ってこないでしょこれ聞いてる方ナウマンゾーだけが入ってきました、ね、いやお前が引っ張るからあれははい、そして沖縄モンチさんから届いております。ありがとうございます。翔太さん、お、ゴヤさん、こんばんちゃ。あ、まあまあそうでしょうね。小場翔さんとはね、もう距離が近いから翔太さんで、ゴヤさんはもうゴヤさんなんでよ。ゴヤさんはね、ちょっととっつきにくいところがありますね。いいですよ、チャッキーさんでいいですよ、とっつきやすいです。僕の方がとっつきやすいです、どっちかったらはい、はい、こんばんちゃ。こんばんちゃ、先日吉本初体験した沖縄モンチチヤイビン、本当にありがとうございます。で、エロい話じゃないよ。ヤイビン、え、初体験だからか。あー、なるほどね。先日吉本初体験っていやいや、エロ話じゃないよって言ってるでしょ開始早々からチケット当たる話かとワクワクしてたら、チケット売ってる人のポカーン顔が見れるという笑いを狙った発言に、こっちがポカーンとしてしまいマンモスパオンポカーンだったらもう一回もう一回、ポカーン顔が見れるという笑いを狙った発言に、こっちがポカーンとしてしまいマンモスポカーン、もう、ま、パオンみたいに言うね初めて共同作業共同作業的にパオーンを会場の皆さんとやった、一体感最高で、ありがとうございます。人生初体験の WBC よかったよ。よいしょ。初めて観戦したギャングマンモスさんのキレネタだけど、アンケートには改良が必要かも的なことを変えたのでございマンモス。なるほど。愛の無知だから許してね。許さないです。偉そうにしてごめんなサイでございマンモス。はい、大汗のところね、これもっと大汗書いてもらったらいいんですけど、ね、いいんですよ、いいんですよ、モンチッチさん全然気にしないでください。してインフルさんが4人もいたことにびっくりしたけど、はい、その代わり
レアタッグ見れたから少し楽しかったよ。あ、そうなんですよね。もういろいろユニットコントとかもやりまして、うん、当日に発症した発症して無茶ぶり的な状況から頑張った相方さんもいましたね、うん、息が荒れる中電話越しにて参加してくれたインフルーズ、ね、初体験 WBC にしてインパクト抜群なホットな夜になりました。おして WBC のコーナーのパチンコ写真撮る2人を見てお姉さんは後で友達に話したはずねしてトークテーマですが、はい、インフルの話ですが私は過去に4度かかりましたが4度、いつも今年はインフル絶対にかからんぞって宣言するとなぜかかかるモンチッチ、今年はインフル引くぞと宣言してみようかね。いや、やばいねこれは。ちなみにもっとひどいインフルにかかりますからね。危ないです、はい、ちなみにお腹が弱い皆様にリンゴを冷やさずに食べてくださいね。皆様お体大事に。ギャングマンモスさん、これからも応援するでございマンモス。バッオーン、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にはい、一旦ツイキャスがちょっと切れてしまいましたので、はい、今からまた開始しますよ。開始します。はい、ヤモンチッチさん本当にありがとうございます。ありがとうございました。初体験の WBC がね、はい、本当に前回ので良かったと思います。本当にそうですよね、うん、インパクトは間違いなく残ってるでしょうね。はい、楽しかったですからね、僕たちもね。そうですね、本当に楽しかったです。はい、さあというところでここで一旦 CM に行きましょうか。 CM 一旦曲行って、はい、CM に行きましょう。その後コーナー、コーナー、その後コーナーに参りましょう。に参りましょうか。はい、はい、それでは皆さん聞いてください。キスマイフット2でキスうまい。ありがとうございます。あ、キーちゃんさんとモンチッチさん、ぜひ仲良くなってください。いいですね、ワンミカス見に行きたいですけどね。そうですね、うん、すいません、皆さん急に切れてしまって。あ、そうビギンです、うん、あ、ビギンじゃない、あ、ビギンだったっけ。ビギンじゃない、あ、ビギンだ、だるだるだる。みなさん、いいネタ、いいネタを思いついたら僕たちに教えてください。僕たちでもあんな見たことある人はいると思いますけど、あんな感じのネタしかないんでね。はい、
通のネタが欲しいです。お願いします。おチャッキーさん、先週に引き続きボイパしてください。で時間いっぱいまでお願いします。時間いっぱい何分やるか俺2、3分長いよ、飽きるよ。おいいですね。いいですね。うまっ。上手。やべえ、すげえ。上手。すげえ、マジで。じゃあ、俺もラップやるから。お前ラップ やって。あ、ボイパ。Yeah. 俺たち二人でギャングマンモスです。Yeah. 俺たちが吉本沖縄を引っ張っていく。ギャングマンモク。下手か。うまいな。下手にも程があるよ。チキショウ。ボンボとやってほしいな。ボンボとラップディスリー対決してほしいな。あ、もちちさんです。よろしくお願いします。チャキーさん初めて帽子取ったところ見ましたって。え、ああ。WBC の時そっか、俺日頃もうあれなんですよ、もう WBC の時だけ、うん、ライブの前、ライブの時立つ時だけ、うん、一生懸命セットしてるんですよ。大変なんです、僕の髪だけセットするの。今我慢の時期なんでね。あ、ジランさんから来てるよ、お前。はあ、超すごい。何ですか、すごい。めっちゃ感動してるじゃないですか。このボイパーですか。いや、もう間違いないです。 ありがとうございます。おー、沖縄モンチさん、チャッキーさん、かっちょいい。おー、キーちゃんさん、何回聞いてもすごいです。あ、ありがとうございます。やば、みすずさん、かっこいい、素敵です、ね、おお、素晴らしい。何この賞賛の嵐、ユーミラさんまで。おお、いいじゃないですか。やば、沖縄モンチさん、変なラッパーのネタしたら面白そう。今みたいな感じでいいですかね。キーちゃんさん、小場翔さん、笑う。やらんければよかった。やらんければよかった。行く、ギャングマンモク。最初タイトルコールから。タイトルコール。はい。パフォーマンスね。熱いだろ。パフォーマンス。はい、こちらのコーナーはですね、パワーマウスというコーナーなんですけども、はい、うん、日頃ですね、日常生活であり得る、うん、なんていうんですか、あらゆる場面の、あらゆる場面のセリフをギャングマンモスなりに、うん、かっこよくしていこうじゃないかというコーナーです。そうそうそう、ギャングちょっとはい、まあ不足分を足すとしてれば、はい、吉本沖縄一かっこいいギャングマンモスなりにね、どこのセリフや場面をかっこよくしていこうという、はいはいはい、パフォーマンスをもじってパフォーマンスというふうになっております。はい、そうでございます。はい、今週僕たち吉本沖縄一かっこいいギャングマンモスが、ハードしか分からんが、今週ちょっとパフォーマンスしたい場面はこちらです。じゃん、間違い電話をしてしまった時のパフォーマンス。間違い電話ね。はい、間違い電話ってね、もう、あ、すいませんぐらいだと思うわけ。なるほど。チャキか、なるほど、ね、あ、すいません、僕何々です。あ、はい、あ、ごめんなさい、すいません。
ぐらいだと思うんですよね。あ、なるほどね。本当にかっこいいやつか、これのかっこいいセリフをね。そうそうそう、間違い電話と気づいた後に、うん、かっこよくちょっと切り返す、うん、ギャングマンモス、あ、吉本沖縄一かっこいい。いや、めんどくさいな。ギャングマンモスめんどくさい、それもうなりにね、ちょっとかっこよく変えていこうというね。うん、じゃあもうチャッキーさんはね、こんなのも瞬発力なんで。いやーやば、何も思い浮かばない。いや、考えても何も思い浮かばないんで、あなたは、うん、もう瞬発力で、瞬発力でどんどんいきましょう。それではじゃあ、ギャングマンモス、チャキーによるパフォーマンスです。どうぞ。あ、もしもし、小場所？小場所？あ、すいません。僕、玉城です。ピーという発信音の後に、パオーンと言ってみてはどうでしょう？全然見終わらないと言ってしまった。本当に何も考えなかったから何も本当に意味わからんこと言ってしまった。 お前はだから何も考えてない時に不安になってから平手打ちになってしまうわけよ。そうじゃなくてもう右ストレートも全部もう本当にわけわからなくて本当に意味わからんこと言ってしまった。パーするな、パー。パーしてしまいました。グーパンチですよ、もうお前のいいところはそこだから。何もない時のこのビビってしまって平手打ちしてしまい、膝に意味のわからんことを言ってしまいました。全然かっこよくもないし、はい、僕非常に後悔しております。なんか俺なんて言った、俺何喋ったか覚えてないんだけど。いいという発信音の後にパオーンと言ってみたらいかがでしょうか。なんかそれ、なんかそれ、シャナナナナナナじゃないよやん。なんかそれ、いやこれはちょっとダメですね。いやこれはダメよ、もう。みずずさんからメッセージ来てますよ。はい、ダメ。やかましいわ。やかましいわ。なんだ。まあまあまあね、もう本当に思い浮かばないんですよ。ちょっと難しいですけどね。じゃあちょっとじゃあ小場所行ってみましょうか。まあまあまあ行ってみましょうか。うん、まあ僕はね、ちょっとあのこういうのをね、いきなり振られてもまあ頭の回転が早いので、まあある程度こんなぐらいかなっていう形になることはいいんだよね。僕は、僕はですけど。はい、チャキは言えないんで、今度。いや、なんだもん、お前。平手打ちになってしまった。言ったからな、お前。言ったからな、お前。変な空気に。右ストレート出せ、お前。僕は右ストレートじゃなくて、ワン、ツー、スリーとね、カウンターまで決めていきます。うん、ワン、ツーで止めとけ、お前。お前、粘ろうとすんなよ、お前。じゃあ、行きましょう。ギャングマンモス小場所でパフォーマンスです。どうぞ。ブルー。ブルルル。はい、もしもし。あ、チャキか？あのよ、この前話しただけなんだけどよ。いや、違うやつ、俺。俺ボブやつさ。ええ、ボブって言えば、うん、まあ確かに俺は間違い電話したかもしれない。俺小場所って言うんだけどよ、うん、でもよ、ボブと小場所、うん、俺が間違い電話しなかったら一生話しなかった二人かもしれないな、うん、だったらお前はこの出会いに感謝すべきなんじゃないか、ボブ。この出会いに降臨、降臨。降臨、降臨です。なんかこれ降臨、降臨って。降臨、降臨、降臨。いや、降臨、降臨、降臨。いや、タイミング変な間開けるからや。スタッフさんも、ダラリラリラリラって流すよや。俺のよりダメだよ、お前、こんな、お前。連携も取れてない、お前。この二人の出会いに降臨、降臨。どういうことや。この二人の出会いに電話、電話、意味よや。意味よや、でも。かっこいいセルフね。あ、パフォーマンスですよ、これ。間違えました、すいませんの、かっこいいセルフ、うん。いや、なんかね、だから先週よかったんですよ、うん、だからあの、先週。あの、会社を休む理由。あ、ドラゴン倒しに行く。ドラゴン倒しに行く。めっちゃかっこいいじゃないですか。間違い電話、お前、降臨、降臨は低すぎる、お前。お前、あんだけ俺、叩き落としといて、自分もなかなか、お前。俺手の届く範囲にいたぞ、お前。まさかや、お前。お前ピーという橋の中にパオンって言ってみたらいかがでしょうか。ああ、手届くよ、お前。降臨、降臨、お前。ああ、見てみ、これ。はい、モンチッチさんからメッセージ来てますよ。おお、翔太さん、なんとなくいい感じじゃない、ほっこり。嘘だろ。え、もっこりかな。もっこりじゃない、なんで下ネタ放り込んでる。モンチッチさん下ネタ好きじゃない。いや、じゃないよ、さっき初体験って言っただけで。みすずさんも来てますよ。途中まではよかったけどな。あ、だから最後が良すぎたんでしょ。最後は良すぎたとかじゃない。途中までは良かったけど最後は超良かったです。降臨、降臨。小場所さん、降臨、降臨。何だろう、降臨、降臨。降臨、これアロハでやろ、これ。イエーイ、アロハ。これは降臨、降臨、これ。裏返したらアロハ。
これ降臨これこれアロハ、裏返したアロハ、裏返したお前は正解正解正解な、これは正解正解。いや降臨、どうもこんにちは。全然手振ってねえ。あれ奥に手振ってた。手前の人に手振ってると思った。あ、はい、ということで、はい、いいですか、もう締めて。今日ね、もう間違い電話ちょっと難しいことが判明しました。いやいやいや、お前ダメですよ。お前モンチッチさんから来てますよ。なんで？ちなみに翔太さん、小座十字路にドラゴンいたよ。いや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 、いや、お前小座十字路に住んでるんか、お前。小座十字路に住んでることだろ。よっしゃな、お前。いや、選手の話は関係ない。今はもう降臨降臨を説教する時間ですから。何でや、降臨降臨いいだろお前。何がよ。いや、ユーミラさん入ってます。キャー、下ネタ好きかも。何のカミングアウトや。だからユーミナアッコっていう名前なんです。アッコ全然下ネタじゃないよや。アッコ全然下ネタじゃないよや。何を下ネタだと思ったもんお前。何でも下ネタにすんなよ。はい、ということで、ということでじゃないよお前。何もやれ、もう一回お前。はぁ、俺もう無理。今じゃあお前いかがでしたか、いかがでしょうか、うん、で終わって、いかがでしょうか終わりで、お前いかがでしょうか、いいという発車をポーンって言ってみたら、いかがでしょうか。間違い電話だろ。あし、いかがでしょうかに。イカ？いや、イカは全然下ネタじゃねえ。ゆみなさん、イカ。何がよ。イカ。何がよ、どういうことや。ゆみなさん、イカ。イカじゃねえ、うるさいお前は。はい、ということで、以上、今週の。じゃあやりましょう、じゃあ。はい。一回やりましょう。ビシッと決めて。ビシッと決まりますね。ちょっと待ってくださいよ。どうしよう、マジで。ベシッと決めて曲いきましょうよ。ああ、そういうもんよ、そういうもんだから、ラジオっていうのは。ラジオ強いもんか。はい、モンチッチさんからメッセージ来てます。これ読み終わったらチャッキーさんいきますのでね、うん、降臨降臨ネタで使ったらデージ面白い。マジな、降臨降臨。いや、降臨降臨、お前こんなんじゃなかったやつだよ、お前。なんか降臨降臨、いや、降臨降臨、こうお前。降臨が反対にしたの、アロハ。アロハですね。これは降臨降臨。反対アロハ。はい、それでは行きましょう。ギャグマンチャッキーによる間違い電話をしてしまった時のパフォーマンス。プルルルル。はい、もしもし。おい、小場所か。チャッキーだけど。すいません、僕玉城って言うんですけど。あ、玉城くん。はい。あ、知ってた知ってた、玉城くんか。あ、玉城です。玉城くん、何最近調子どんな。髪切った、はい、髪切った。あ、髪は全然切ってない。あ、切ってない、はい、切らないとお前、小場所みたいに。おい、僕、あ、小場所って。いや、小場所、あの小場所、お前、あの小場所、面白い、面白い小場所や、お前、面白い小場所。お前の席隣だっただろ、お前。玉城くん、玉城くん、おい、席隣だろ。俺玉爺じゃないよや。玉爺じゃないもん。俺玉爺じゃないよや。じゃあちょっと一旦聞いてから、玉爺に降臨降臨しような。はい、それでは今週のセカンドマンナンバーをお聞きください。いきましょう。平成ジャンプでウィークエンダー。難しいな。何がかっこいいかな。かっこいいか。いや、でも一番ロマンチストはやっぱりお前のあの、うん、出会いの話だと思うから。出会い？出会い。だからこのなんていうの、こうやって。ああ。間違わなくて。女とかだったらな、取った相手が気持ちが悪いからね。証拠ごとも日にち変わるんだよ。もうやめてほしいわ。分からんや、もう、のあ告知しちゃってんの。え、嘘。俺、あ、やってるよ、ライブの時に。おう。あ、ユーミナアッコさんからです。やらんければよかったって。笑。やらんければよかったって。笑笑。今よかったよ、俺じゃない、今もしかして。今よかったよ、俺じゃない、もしかして。嘘。ほら、嘘でしょ。だってお前こ
降臨降臨が聞いたら降臨降臨。あまり俺のやつや降臨降臨。面白いやつ。降臨降臨。いやこれアロハだお前。降臨降臨はこう。裏返したらラッ。降臨降臨こう。裏返してアロハ。降臨降臨がまず浸透してないから。モチッチさん、ミスズさん、ツボッタ。こういうフレーズがあるとみんなもギャングマンも覚えやすいと思うし広まりやすいかも。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんでね、ギャングマンモス打っていきましょう。いや、お願いします。本当に誰もね、僕たちはもうみんなの力でいかないとね。いるメンバーね。そう、みんなの、なんかね、はい、噂立てます。噂、ギャングマンモス、ギャングマンモスにこの、なんていうんですか、絞っていっていいですか。協力していきましょう、僕たちも。お願いします、皆さんに。CM いきます。いや、お互いウィンウィンの関係になればいいわけよ。ウィンウィンの関係になればいいわけ。で、うちチケット買ってもらってるばっかりやし、で、まあ、好き勝手こう喋って、まあ、聞いてもらって笑っていただければ幸いなんです。幸いだけどね、なんかね、こう、ちょっと重い荷物があるから、どうしたらいいとかっていう時にも声かけてもらう。あ、まあまあまあ、その時はね、まあ、バー行きますので、ね、そう、そういう時にも、チャキ、チャキーが、いや、俺だけ買い誰も来ないよ。はい、人数減ってないですね。大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いいですね。人数が減らなければ何やってもいいっていう。勝手に決めるね。増やしていけ。シェーマスターそのエンディングです。あ、はい。お願いします。やっぱ2番目ぐらいはちょっと用意しないとダメだな。何が？このコーナー。あ、モンチッチさん、コンチニューコインチバリオ、ありがとうございます。ありがとうございます。お、ゆうみなさん、沖縄国際映画祭関連のイベントとかギャングマンも出演予定とかないのかな。よし、ちょっと頭を絞ってね、今確認してみましょうね。ヨキシコジャパンさんからね。あ、そうですか。やば、ちょっとあったかどうかちょっと確認してみましょうね。そうだな、お前、思い出のメモリーズにアクセス。うるさいな。これ人のだから。人のだからこれ。これ飛び出せマーメイド岩田のだったや。じゃないよ。あいつもパクってんだよ。え、嘘。最悪だ。パクってんだよお前。パクってるやつをパクるな。最悪だ。あっちゃー。危ない。いや。マジでやんねんお前。マジでやんねん。有名すぎるのはダメよ、もう本当にお前。わかりました。腹筋を鍛えたいのですが、ワンダーコア買ってくれます。ちゃんと使えません。三日坊主はしません。いやいや、ね、ちゃんと使えます。さあ、トナイトファイブもあっという間にあっち時間経ちました。あっという間にあっち時間、あっという間に1時間経ちました。あっという間にあっち時間経ちました。皆さん、はい、8時間経ちましたよ。1時間経ちました。8時間経ちましたね。暑い1時間ということですよ。あ、なるほどね。はい、ということで、メッセージが来ております。メール来ております、はいよ。腹筋を鍛えたいのですが、うん、ワンダーコアを買ってくれませんか。ちゃんと使えますので三日坊主はしません。ヨギシコジャパンでした。これは FM 小座の社長に送ってるメールじゃない。僕たちはね、お金がありませんので、ね、いや、先ほどね、多分何でもしますからっていう話を、はい、ウィンウィンの関係でって、これ完全にウィンウィン、まだウィンウィンになりません。そうだな、ウィンウィンじゃないよな。ワンダーコアはってあれでしょ、下がって腹筋。あ、これか。あれは、ちょっとゴン中山とかが CM してますよ。ゴン中山とか最近やってますけど、CM でダメ、はい、ほら、じゃあ売れたら買いますので、ね、売れたら買いましょう。売れるまではまあ僕たちがウィンで、売れた後にウィンウィンの関係に なるということで、はい、よしよし、それがもう一番いい、一番いい。それが一番いい。大事だよね。はい、ということで、何か来てますか。いっぱい来てます。ありがとうございます。皆さんメッセージ、モンチッチさんから、もう終わり、延長して、延長。みすずさんからですね、めっちゃ楽しいから私も賛成、賛同、延長してということで、ありがとうございます。わかりました、延長しましょう。はい、やりましょう。いいんですか。ダメです。大丈夫ですよ。ダメです、ダメです。大丈夫です。時間がありますから。え、残念ながら、残念ながらそうなっちゃいますか。申し訳ないですけどね、もう1時間という決まりがありますのでね、じゃあ今週ね、オープニングから楽しみにしてた方もいると思いますので、はい、今週のパオンの回数ですね、はい、
おはい、パオンの回数合計21回です。本当に数えてくれたんですか。いやもう本当にスタッフさんが数えてた念入りにこう、そうそうそう、しかも意図的なやつと自然な会話の中で出たやつも分けて、ね、そうそうそう、合計21回ということでね。すごい、21回当たったいと言いますかね。お前があの意図的にパオンパオン言ってんだろ。いや俺パオンパオン言ってんよ。いやパオンパオン言ってなかったっけ。いや俺全然パオンパオン言ってんよ。いやまた今回数増やそうとすんなお前。21回でストップですから。はい、はい、ゆみなさん21パオンってきて21パオン、あゆみなさんはね、ポカーン顔、はい、21ポカーン見れますのでね。21ポカーン、はい、そんなに見れるんだ。はい、はい、いや皆さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょこっとやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、来月ですね、あのショーポート、はい、WBC、はい、ありますので、あります。皆さん予定を空ける準備だけよろしくお願いいたします。お願いします。まだ日にちの方がね、まだはっきりしませんので、決まり次第も速攻でツイッター、フェイスブック上げますので、ギャングマンモスからぜひチケット買ってください。お願いします。お願いします。あと国際映画祭を3月の25日から29日までの5日間、はいはい、5日間。毎年やっている沖縄国際映画祭、うん、今年はね、タイトルも一新して、はい、島全部で大きな祭り、はい、第7回沖縄国際映画祭ということになっておりますので、はい、皆さん遊びに来てください。例年通り、あっちどこでしたっけ、コンベンション、コンベンションとかですね、そう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 、あのビーチのところでやったりしますので、うん、いろんな場所でやってますのでね、はい、ギャングマンモスはちなみに、はい、どうですか。まあ出れるでしょう。出れます。大丈夫ですか。うん、大丈夫ですよ。この 2,3 ヶ月間僕たちはね、国際映画祭のために力を入れてきましたので。そうです。はい、ぜひ期待してください。足を運んでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。パオーン。お願いします。パオーン。ということで以上です。バイバイ。バイバイ。ごめんなさい。全く見てなかった。マジ一分前は見てたんですけど。はい、すみません。あの時間が急で終わってしまいました。たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございました。また、明日は飛び出せマーメイドがやりますので、はい、そちらをお聞きください。お願いします。でまた来週お会いしましょう。はい、ツイキャスも皆さんありがとうございました。いっぱいいっぱいありますね。今日もお疲れ様でした。パーンてかショーポート日に使われですか。